私の会社の商品がアナタミクラウドという商品でございます。アナタミクラウドは、台湾の企業でございまして、主に、医療用の CTMR 画像の 3D 化、カラー化をする会社でございます。AI によって 3D イメージを編成する会社でございます。AI によって5分間でダイコムをいただいたダイコムの 3D イメージを変換にできます。その変換したイメージに関しては、パソコンをはじめて携帯、VR、MR、いろんな対応ができます。それを医療に今、サービスを展開して、教育はじめ、コミュニケーション、そして MR のサージュリーに関して協力できればだと思います。これからいろいろファンションを紹介させていただきます。これ見たイメージに関しては、色や形、しかもレイヤー、透明度などを自由に変換できます。もちろん拡大、縮小なども自由にコントロールできます。しかも自分が見たいもの、見たくないものも自由にここでコントロールできます。これから見たくないものをちょっとこう消していきます。今好きな部位を調整してみたり、色の調整とかも自由に行えます。あと同時に Teams や Google のミーティングによって、リアルタイムで全世界で Wi-Fi があるところにインフォメーションを拡散することが自由にできます。そのカラーのイメージのパーセンテージも自由に、透明度も調整できます。このように自分が好きな色、見たい場所、透明度などを自由に調整して、もちろん教育用、診断用にも向いていると思います。あと、ファナオ先生。あと、患者さんの上に、そのイメージを乗っかれば、手術する前に、いろんな情報は得られることができます。例えば、チューマーのポジション、大きさ、血管の位置など、すぐリアルにわかります。ちなみに、手術する前の、その情報が十分に得られると思います。しかも、同時に、複数の人が、デバイスをかければ、同じ形のものを複数の人が同じ場所でシェアできます。これはレバーでございます。透明度の変化によって中の血管や、それがはっきり見えます。両血管が、その緑のがチューマーでございます。キャンセルの部位でございます。血管のみ出させていただきます。これによって直感的にお医者さんがチューマーの位置や隣の血管の位置などを把握することが簡単になります。このように2D で白黒のものがカラーで立体にものになって、お医者さんの情報には役に立つと思います。今後、我々の会社の展開に関しては、世界各地にクラウドでサービスを提供することを目的としています。すでにプラットフォーム開発ができまして、来月より世界に対してサービスを提供することが可能になりました。日本に向けてもこれから進出しますんで、大いにいろいろ業者さんと連絡し合って、今後こう医療に貢献できるようなビジネス方向を向いて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。